チャレンジャーズナイト。シュートがスリーポイントを入りたいです。今日目標は6本です。友達とかに知られたらちょっとなんかバカにされるんじゃないかとか、まあ、他のみんなとそういう話もできないっていうのもあったりするところで、まあ、ちょっと苦しかった。コーチの方々はそれの健常者と同じように接して厳しく言うときはもうズバッと怒ったりっていうところを見て、やっぱり他の人と別に違いはなくて、ただ単に特徴がちょっとあるだけでっていうのはまあ学びました、ね。はい、まあ、時にはもう言い合いもありながらでも申し合ったりとかもして、まあ、そこでなんか向上心みたいなのを僕は逆に学んでるっていうところがあります。これも大阪なんですよ。それは大阪。コンビニの時にみんな自分で買ってるんですけど、私はちょっとあまりいなかったのでちょっと恥ずかしいなと思いました。これですね。これですね、ベジタリアン。家ではサンマ、抜けたい時は2000円抜けます。嬉しいです。集中したいですね、やっぱり。一人暮らしになるために頑張りたいなって思ってます。